フィフティーンメドレーをお聴きいただきました。さあ以上でエレクトーンフェスティバル神奈川地区ファイナル小学生低学年部門、さてそれでは小学生低学年部門最後の方のステージご紹介しましょう。エントリーナンバー30は下野春也さんです。演奏曲はファイナルファンタジー15メドレー。皆さんのお手元には15という数字がタイトルで抜けてしまいました。大変失礼いたしました。今日はこのファイナルファンタジー15の中から印象的な曲とテーマの3つを選んでメドレーで演奏します。音を聞いて楽譜にしていくのは難しかったです。でもかっこよく仕上がったと思います。今日は主人公ノクトの衣装でノクトになりきって演奏しますとのことです。では下野春也さんにお願いしましょう。